俺そんなにいろんな漫画をジャンプ全部置いてるわけじゃなくて、でせいぜい坂本デイズとかなんですけども、最近アニメ化多いじゃないですか、ジャンプ作品って。青の箱とか、で青の箱見たんですけども、アニメでね、心えぐられるんですよね。心えぐられるっていうか、僕ああいう系全部ダメなんですよ。神楽鉢も読んでます。要するに高校のドストレート青春のアニメって結構あるじゃないですか。で、なんでえぐられるかっていうと、僕高校生活してないんですよ。高校行ってましたけど、要は吉本興業だったんですよ、もう僕ね、高1から。そうなってくるとね、要は学生生活をまともに送ってないっていうか、学校終わったらライブかバイトかみたいな、クソみたいな高校生活だった、本当に。高校生活が一番つまんなかったんで、僕。だからね、ああいうストレートの、じゃあなんで俺高校からお笑いをやってしまったんだってね、思っちゃうんです、本当に。何をしてんだ、俺は。なんで俺はあんな高校生でお笑いやって、周りの生徒を素人呼ばわりして、クソつまんねえなっつって、で学校で一回もボケることなく、でどんどん孤立していって、何だったんですか、あれ。本当さ、高校時代いました、皆さん、彼氏か彼女。ちょ、教えてください。高校時代に彼氏か彼女いた人教えてください。高校時代、彼氏がいた、彼女が、恋人がいたんでしょうか。恋人がいました、いたかどうか。デニムさんは？いましたね。は？オタクなのに？は？ああ、いないっすね。やばいっすね、じゃあこの配信。じゃあ見てほしいな。彼氏は夫になってます？泉369、高校の？本当に？ありえる、そんなこと。女子校だったら、だったか。女子校とかね、男子校はいないですよね、そっちの。あら、いない。いないっすね、みんな。毎日一緒に帰ってた？バイトとゲームとアニメしかやってない。本当そうっすよね。あ、ほっとしました、皆さん。いい家が72%。そうっすよね。ありがとうございます。剣道部内で付き合ってた。ああ、そう。高校球児と付き合って甲子園行ったわ。だからなんだよ。ああ、でもね、正反対と君と僕も読んでますけど、あれもなかなかっすね。でもちょっと特殊、でもね、俺ギャル校だったんで、学校がね、ちょっとわかりますね。僕の高校ってギャル雑誌に取り上げられるぐらいギャルが多かったんですね。9割ギャルなんですよ、本当に。偏差値がめっちゃ低かったんで、ほぼほぼギャルだったんで、そういう学校って偏差値が中途半端に低い学校って、ギャルが集まるんですよ、まず。なぜかっていうと、ギャル以上にバカなやつは高校入れないんですよ、まず。ギャルぐらいがちょうど入れるんですよね。で、男の場合はこれより偏差値低いとヤンキーになるんですよ。でもこれよりちょっと偏差値高いんで、ヤンキーの1個上ってオタクなんですよ、偏差値。キモオタク。だからキモオタクとギャルの学校だったんですよ。そうなるとどういうパワーバランスになるかっていうと、昼飯の時間、中央にギャルたちが占領して、端っこに男がいるみたいな学校になっちゃったんですよね。
女子の方がパワーが強いみたいな。優しいですよ、その、あの全身タトゥーの人と付き合ってるんで、みんな。だからその逆に優しいんですよね、オタクに対して。なんかこう優しい、あこういう人たちもいるよねみたいな、うん、そう余裕が違うんですよね、異性に対して。ギャル王はいな、あ、まあちょっといたけども、でも相手にされてなかったですね、高校のギャル王は。